あ皆さんこんこにちは動画をごご覧いいいただいてありがとうございます、えー、今日の楊貴妃の件についてお伝えさせていただこうと思うんですが、えー、皆さんあの楊貴妃の遺体が日本にあるというふうに言いますとねほとんどの人はもうこれまあ、嘘をつけとねま閲話のだとこんなこと言うんじゃないでしょうかね、まあ、実際しかしこれいろいろ調べてみますとですね えかなりの確率で楊貴妃は日本へ逃れてきたということがあの、まあ、言えるわけなんですね。えー、実はあの、まあ、私のところにもですね、まあ、中国大使館、まあ、私はあの名古屋におりますので、えー、名古屋ですの領事館ですけどね、まあ、この領事館の方からまあ直接まあ連絡がありまして、えー、この楊貴妃の墓、えー、これについてですね 直接お会いいいしててそここああのご案内させたただいたことがあります、まあ、墓っていうとね皆さんまたちょっとびっくりするかもしれませんけれども実はこの日本にですね楊貴妃の墓といわれる場所があの2箇所存在しているんですね。で私が案内したのはですねえ、まあ、名古屋の熱田神宮、まあ、非常に皆さん名前はあのご存知と思いますね。 非常にあの有名なあの宮さんですね。ここでですね、中国の外交官の方とそれからあのその領事館に勤務しているスタッフの方ですね。またあの日本に滞在しているこの中国人のあの女性の学者の方が見えました。この合計ねスタッフの方2名で合計4名ですね。 えー、この方と直接お会いさせていただいて、まあ、いろいろお話しさせていただいてですね熱、えー、田神宮に存在する医療機器の墓国王をご案内させていただいたんですねで私が一番あのよく話をしたのはあの、まあ、女性学者の方なんですね、まあ、大変関心持っておられまして、えー、またあのこの外交官の方もですね非常にあの関心持って見えました。 でもお話しさせていただいてですねあの、まあ、思ったことは、えー、この中国のこの4人のスタッフの方、ですね、えー、この方々、えー、私の話はじっといろいろ聞いておりまして溶儀費について、まあ、中国で伝えられている話はまあ皆さんのご存じだと思うんですね、4人ともこの外交官の方もこの学者の方も、えー、スタッフの方もですね領事館の2名のスタッフ。 えー、これらの方にいろんな資料を渡し,あの渡しまして、えー、から女性学者の方には楊、まあ、気についてのねこうした伝説について記した、えー、これまあ古い本だったんですが、えー、これ何とか入手しましてこちらを進呈、えー、させていただいたんですね。 後ほどあの、ま、中国から新華社通信が来てですね、えー、この件について取材するというようなことをの言っておりましたので、えー、中国で、ま、こういった内容のことは報道されたかもしれませんね。えー、実はですね、えー、この楊貴妃の墓が日本にあるということについて日本であの積極的にね、えー、これを対外的に PR しているとか,、えー、なんかそういうことはないわけなんですね。あの実言いますと 中国から直接ねこの学者の方が日本へやってきましてこの楊貴妃の墓この楊貴妃の伝説こういうことについて非常にあの綿密な調査を行っております。でそれの,あの調査の結果というのが実にまあ驚くべきものだったわけなんですね。で実は楊貴妃がね日本に逃れてきて亡くなったと。 いう話はあの、まあのま今お伝えさせていただいたように日本が積極的に語り継いでいるものではなくてこの中国の学者の方の論文まあこれが現在ではねあの最も大きな影響力をもたらしているものなんですね。実際この日本にあの陽気費が逃れてきて流れ着いてですね手厚い看護を受けたという話もあの残されております。 え名古屋のこのアスタジンにあるというこの楊貴妃の墓、これが一つですね。こちらはかなり神話的な伝説に彩られております。それからもう一つが、あの史実にかなりね近いのではないかということで、まあ、学者の方があの中国ねの学者の方に来てあのいろいろ調査されていった山口県にある楊貴妃のまあ、伝説とこの墓ですね、えー。これがあるわけなんですね。 で、まあ、古代からあの、まあ、日本人の優しさをね、伺わせるこの陽気妃伝説。えー、これを調べていきますとね。歴史というものの真実は。どういう形で受け継がれているのか。こういったことはあ教えてくれるわけなんですよ。この興味深い、驚くべき真実をお伝えさせていただきます。 世界三大美人といえばね皆さんご存知のようにイオキヒと、まあ、それから小野小町とクレオパトラというふうに言われているわけですね。まあ、ただあの、まあ、世界三大なんとかっていうのはねいろんないろいろいくつかもあって、まあ、先に行ったものがあっちというような側面もあるわけなんですね。まあ、個人的にはねいろんなの歴史書などを見てみますと、えー、最も美しい女性は義経ないしは静か御前であったろうと。 いいうことはの思います、まあ、当時のねこの師匠にもですねあのこんな言葉がよく出てくるんですよ。陽気ででさえ静か前前の前では色褪せようう、まあ、わないだろうというような記述が出てくるわけなんですね。これについてはもう周囲の皆がもう納得していたということでね、まあ、いろんなこの古書が、まあ、静か御前がいかに美しかったかを語り伝えているわけなんですね。 まあ言語に質するそのま美しさ、えー、これはもう誰もが沈黙するほどだったということは言われております、まあ、しかしあの日本では三大美人としてえ語り継がれているのはあの小野の小町とということになっているわけですね実はこのアスタジン宮にですね楊貴妃の墓と伝えられる場所があるということはの地元の人でも,もうあまり知らないんですね。 でまあ、場所を、ね、そこ行ったとしても、容器に関することはもうどこにも書いていませんので、あのまあ、全くこれが何なのかということがの分からないままになっているわけなんですね。え私も実は長いことこれは知りませんでした。でしかもあの、アスタ神宮へ行っても、ですねその場所へ行くことは普通ではまずほとんどない、あの奥まった場所にあるわけなんですね。 でも楊貴妃の墓と言われる場所がですね楊貴妃はあの蓬莱の国を目指して、えー、逃れてきたと、えー、日本に逃れてきたということで、えー、この可能性かなり高いわけなんですが、まあ、この中国の、ね、学者の研究からもほぼこれはもう間違いないということがあの言われているわけなんですが、えー、山口県の日本人にですねその墓があるわけなんですよ。 で中国の考古学者、えー、あのこの方がですね、山口県のこの地も直接訪れまして、まあ、非常にあの綿密な調査を行ったわけなんですね。そして、あの、妖、まあ、気儀が確かに日本へ流れ着いて、この地で亡くなったことを証明するに至る、まあ、相当な証拠があるというふうにあの結論付けています。 でまあ、この論考はです、ね、中国でだ発表されているわけなんですが日本ではあまりこの学者のことはあの、まあ、紹介されていないわけなんですねで実はあの中国にもです、ね、この楊貴妃はあの処刑されていないんだという説があ,の、まあ、ありましてねこれかなりあの根強いんですよ、まあ、実際にあのそこでは死んでいないということを信じる人の数っていうのは相当数いるわけですね、まあ、そればかりかあの実は楊貴妃の遺体をですね え誰も見たものがいなかったということが言われております当時の中国でですねまあそうしますとねナスタデングに存在する楊気の墓、えー、神話世界の話として伝えられるこの楊貴妃伝説、えー、これは一体どういうものなのかということになってくるわけなんですね、えー、これは2つの側面から、あのーえー、焦点を当ててですねこれはあの解明していこうと思うんですが。 まあ実際、まあ、現在の中国でも楊貴妃のあの場所ばかりですね、えー、ここでは死んでいないとする、まあ、こういう説があの、まあ、相当有力になってます。で実は幻想皇帝のね部下だったこの人物が、まあ、この、まあ周りにもこの美しいこの女性をですね、えー、ここでまあ処刑する殺すには忍びないとして、まあ、こっそりとこれを助け出してですね蓬莱の国へ逃れられよと。 いう形でこの闘争を助けたとあの言われているわけなんですね。こういう話があの残っております。で、まあ陽気はばの場合で処刑されてこの地に埋めたここがそこの墓であるとして、まあ彼はこの歴史にこれを残したということなんですね。これがあのまあ、えー、陽気妃が実は日本に逃れてきたとする説の背後にあるあのまあ伝説まあかなりね根強いこれはあの説なんですね。 で実際このようなことがあ,のあったということが、えーまあ、だんだんこれあの分かってきているわけなんですね。でまあ熱田神宮ですねこれはあの、まあ、草薙の光剣の御神山に始まる、まあ、神話世界から存在する神社なんですね。で、まあ、常世の国というのはこの日本のことであって蓬莱宮は熱田神宮のこととされております蓬莱宮ですね。 でまあ、スタジングもいらずの森が今でもあると言われるぐらいの広大な敷地なんですが、まあ、だいぶ、ね、周辺は、まあ、昔と比べれば狭くなっておりますけれども、えー、一角すべて占めておりますのでね、えーまあ、この広大な敷地の中に、まあ、何百年も人があの足を踏み入れたことがないような森があるということもあの言われておるわけなんですね。で 私がねあの中国の,あの外交官の方とか学者の方をの案内させていただいたのはこのアスタジングのこの楊貴妃の墓といわれる場所なんですねアスタジングの最深部にですねその水で目を洗うと目が良くなるといういわれのあるの清水が湧き出ている場所があるんですよ。まあ、あの不思議なことにですねこの都会の中に、えー、まあ清水が2000年ともコンコンと湧き出ているわけなんですね。 であのまあ、最深部と私申し上げましたが、まあ、実はあの昔はねあのこの周辺、アスタ神宮の周辺もですね現在のようにこの幹線道路であるとか鉄道であるとかこういったものが走っていないためにですねその場所はあの実情、熱田神宮の最深部に位置する場所に存在していますあの本宮のさらには奥の方なんですね。 でこの場所自体はあの地元の人でもほとんど知りませんしえそこまで行くことは普通全くないんですねで私もこの陽気妃伝説を知ってから初めてここへ行ったぐらいです明日、えー、神宮には毎年ねあのお正月には参拝に行っておりましたしあそこの中にある、まあ、ちょっとコーヒーを飲む場所があるんですがまあそこでのんびりするのが結構好きなせいもあってそこもよく行ったわけなんですけどね えー、全くここに陽気飛の墓と言われる場所があることは知りませんでした。で、この場所を行くにはですね、えー、本宮の横の方を通って、まあ昼の暗くこのひんやりとしたあの苔、ー、小,小道ですね。ここをね、そっと一人で降りていきますと、やがてそこにあの妖気飛の墓と言われる、えー、外場らしきものがまるでね、この都会の国のような静水の中に。 ととこきむして佇んんでででいるるるのを目にすがまあ正確にはね相当場っていうのはちょっと正しくないですね一般に相当場っていうとこの木片のねあのお墓のいろんな文字書いたのありますでしょうあ文語なんかでね書いたああいうものではなくてあの、まあ、実は江戸時代頃まではね石灯が存在していたんですねここに。 で、この楊気妃の中ということで、えー、この楊貴妃のこの伝説もですね鎌倉時代からあるものあるいはそれ以前とも言われているわけなんですがまあそういうことがあの言われているわけなんですよでまあこの伝説によればですねこの熱田神宮の楊貴妃は熱田神宮の女神の化身とされていますそれであの唐の幻想皇帝がですね大和の国を攻め入る野望があるとこれを憂えたの、まあ、最高神 最高神といえばこのアマテラス大神ですねこ3つ命を受けたとされているんですね明ジ神宮の女神がそこで明ジ神宮の女神はですねその命のもとまあアマテラス大神の命のもとですね道において陽気比として生まれ変わってその絶世の美貌でまあ幻想の長比となってですね、えー、これを防いだと、まあ、陽気比はあの、まあ、形成の美女、まあ、形,成形成というのは 城が傾くですねまあ渓谷とも言われますが傾く国ですねまあ形成の美女と言われるわけですね一度振り向けば、えー、城が動き二度振り向けば城が傾き三度振り向けば城が滅ぶと、まあ、国が滅ぶですね、まあ、つまりそれほどの美女であったということの例えなんですねまあいつの時代でもまあ女性のね 美しい女性の持つ力っていうのはま本当にもって偉大なものであるということですね。まあ、そこでこの計画は成功するわけなんですね。楊貴妃の美貌に心奪われた幻想は、まあ、日本に住めいることはなく、まあ、目的を達した熱田神宮の女神楊貴妃ですねばかりにて処刑されたとされて、まあ、その魂は再び熱ジ神宮へ舞い戻ったと。 いう風に伝えられております。まあ、これがナスタジンに残るあの陽気飛伝説であって、えー、ここを伴ったあのお墓というのがこの最深部にあるこの場所なんですね。ここが陽気飛の墓と言われている場所で、えー、その石碑の一部がまあ、今も残るねこの清水清水ですねが耐えることなくもこんこんと湧き出る泉の中にまあ、残されたこの えー、場所であるということなんですね。でまあ元僧がねやむなく楊貴妃を引き渡すことに同意したというところまでは史実としては存在しているんですね。まあ、しかしそれ以後のことになりますと実はもう闇の中にに深く隠されたままになっています、まあ、いろんなの説がありますけどね翌年あの長安に戻った元想が楊貴妃の墓をねこれまあ あの改めて作り直そうとしてあの掘り起こしたところですね楊貴妃の死体はもうすでにもぬけの殻でただ匂い袋だけが残されていたとそんな話も残っているわけですね。で実はねあの当時の,あの、まあ、山口県ですねこちらに楊貴妃の墓があるわけですが、えー、この山口県と大陸っていうのは実にあの深い関係があったんですね。 で船があの、まあ、流れ着くこともこの海流からしてねこれはあのあのごくまあ自然なことでね特に不思議じゃないんですね。でまたあの、まあ、陽気碑が、ね、逃れるためあの蓬莱の国に逃げてきたということもあのまあ根拠としてかなり色濃いものがあるわけなんです。で幻想工程もですね実はその後にですね濃い焦がれる陽気碑があの、まあ、日本に流れ着いてそこであの死んだと。 いうことは知らされて、えー、まあこの時あの、えー、二体の仏様をですね日本に送ったという話が残されているんですね。その二尊院にはこの今もねこの幻想から送られたという、えー、この二体の仏様が祀られていますが、まあ、この二体の仏様についてはね後ほどもう少し詳しくお伝えいたします。で それからね、女性の方にはあの、まあ、朗報と思うんですが、アスタジ神宮にね存在するこの楊貴妃の墓、これを守るようにね、こんこんと溢れる泉のこの水ですね、これはですね、楊貴妃の,あの、まあ、墓の、まあ、残滞のようなものが残ってますので、えー、ここの水をすくって、ですねゃくですくって、墓に水をかけてくると、まあ、美人になるというふうにあの伝えられています。ひ、え、し、ー、もね、そこに置いてあります。 えーえー、なかなかねその陽気々の墓に水をかけるのがね、えー、簡単にはできないところがちょっとまあ妙なんですが <laughs>、あのー、そういった飛躍もちゃんと置いてあってですねそういう伝説があの残されておりますので、えー、女性の方はね行ってみられたらいいんじゃないでしょうか。<laughs> さらにあの、まあ、陽気々のこの伝説としてもですね、まあ、これ1200年以上前になるわけなんですが。 唐、まあの国は幻想皇帝の時代その妃が陽気妃ですね実はあの陽気妃はもともと息子のこの妃だったわけなんですね、えー、しかしあまりに美しい陽気妃に心を奪われた幻想がですね、まあ、あ息子からそれを奪ってしまって自分の妃にしてしまったということなんですね、まあ、陽気妃もまたあの彩色剣美歌や踊りこういった芸事にも秀でていたというふうにあの言われております。 でただあのまあ幻想の時代にはねこれ反乱、えーまあ、が起きて元想は失脚するわけですねその時に話として残っているのが陽気妃も殺されることになったと、えー、皆さんよく陽気妃が処刑されるようなシーンをですね、えー、テレビのドラマとかなんかそういったもので見たことあるかと思うんですが幻想、まあの嘆きもね、まあ、ことのほか深くてですね、まあ、この楊貴妃のような美しい女性を殺すのは忍びないと。 いうふうにこの漢字タの幻想の部下でこのチンゲーレンという人がいるんですね。これが実はあの陽気飛処刑の実行者だったんですね。兵長です。この人が実はあの陽気飛をですね。仏道の中で死め殺したと見せかけたと言われているわけなんですね。こういう話があのきちんと残っているんですよ。で実際にあの陽気飛はね。 よく言われるようにあの首吊るなどの処刑はされていないわけなんですねで実際に陽気比の処刑を見た者もいませんえそればっかりかのその死体さえ見た人もいないんですねで幻想皇帝さえ墓を掘り起こしても見なかったという話が残っているわけなんですねでただね伝えられているのは、えー、確かにこの兵長がね自分が処刑したと陽気比がここで自分が殺したんだと いいう話がが伝わっていてそれが史実としてて伝えられているわけなんでですねで実はの歴史の中にはねこのようなことはの頻繁に見られてですねその方が都合が良いと思われることはもう事実に反してね嘘を事実として伝えていることが非常に多いんですね。 まあこの点ではあの日本ではね義経が非常に有名なんですがこれはまた別動画がありますのでねこれご覧頂ければと思うんですがまあこの兵長はですねこの楊貴妃をえまあ殺したと見せかけてですねあのうつろ舟という船これに乗せて逃がしたというふうにあの言われてます。このの船にはね何日かの食料を入れてて川へこう流してですね その小舟がやがて大陸を離れてあの日本のムカツク半島の東土口というところに流れ着いたというふうな話が残っているわけなんですね。まい、あ、うでね。あの漁師たちはですね村の人々ですねこのうつろ舟に乗った異国の美しい女性これを懸命にあの介護したんだけれども。 まあ、衰弱が非常に激しくてですね、まあ、食料や水が、ね、あったとはやはり日にちがかなりかかりあますので、えー、手当の買いもなく、まあ、陽気費は、まあ、沿って息を引き取ったという話がの残ってるんですね。で人々は哀れに思って、えー、彼女の、えー、天平寺の境内へ丁重にあの葬ったという話がの残されています。 伝えられているまあ伝説ではですね、楊貴妃はあの長門のムカツク半島に流れ着いたとされています、えー。移ろ船に乗って、まあ、流れ着いたということですね。まあこれ、海流からしてもここに流れ着くことはあの、まあ、特,特段不思議ではないわけですね。ここにあの、まあ、二尊院という真、まあ、言宗の古いあのお寺があるんですが、このお寺にですね今現在の楊貴妃のこの伝説といったものが伝えられているわけなんですね。 まあ非常に古い時代の話ですね。陽気のお墓とまあ呼ばれているあの文化財の五輪の塔があるわけなんです。まあ、これがですね、まあ、あのこの地において楊貴妃がここに流れ着いて、まあ、ここにあの手厚く葬られたという話を伝えているわけなんですね。 まあ一方この幻想皇帝ですね、えー、これ先にあの申し上げましたように楊貴妃のことをまあ忘れることができなかったということでまあ後日ですね楊貴妃の亡き殻をこの埋めたとされるの墓を掘り起こしているんですね、えー、しかしまあそこはも,もぬけの殻で楊貴妃の,あのもう遺体の片りさえなかったとで後年ですねえこの幻想皇帝は この陽気士が生き延びて、えー、結局あの日本へ流れ着いたということをあの知ることになるわけなんですね。まあ、そこであの、まあ、自分がですねずっとこの大切にしていた、えー、釈迦如来と阿弥陀如来この,あの二つの仏様をです、ねえー、この陽気士の供養のために、まあ、家来に持たせてですね日本にこれを送ったという話があの残されております。 あただあのこの時ですね、えー、当時あのまあ元宗もこの死者の方もですね、えー、日本のどういう寺に楊貴家の墓があるのかとこういうことまではああ名前までがちょっとあの分からなかったわけなんですねそこでまあやむなくですねこの二つの仏に尊仏ですねこれはあの京都の虎へ仏像を預けて帰ったという話があの残っているわけですね。 まあその後時代を経てですね楊貴の墓がこの天照寺にあるということがあの分かってですね、えー、この釈迦如来また阿弥陀如来のこの二尊仏これはあのまあ天照寺へ移すということになったんですが、まあ、実はあの京都の寺ではですね、えー、この仏像自体が大変まあ由緒がある仏像だということでまあなんとかのまあこちらにね残してもらえないかと。 いう,ふうにあの請願したそうなんですねまあ、そこでまあこれ朝廷としてはですねあのまあ仏像彫刻の名人にこのそっくりなこの二尊仏を作らせたと、えー、同じようなこの釈迦如来阿弥陀如来ですね、えー、これを作らせて、えー、京都のお寺と、まあ、この長門の、ね、天照寺で一体ずつをこれを分けたと要するにまあ作ったものとえー 幻想から贈られたと言われているこの仏様、えー、こういう形で2つの寺に分けたということなんですねでこの時あの天正寺はですね、えー、朝廷からこの本尊が2体あるので、まあ、新たにこの二尊院というお寺の名前をこの賜るわけなんですねそしてこの二尊院という名前を名乗るようになって今に至っておりますで実はこの二尊仏はですね あのまあまあ、寺の伝説ですね、えー、寺が伝えるということですね、伝説というよりは、まあ、寺に伝わる、まああのまあ、巻物のようなものですね、えー、こうしたものによりますとあの、まあ、阿弥陀仏像が日本で作られたと、で釈迦如来の像が中国から送られたものと言われているわけなんですね、この2体は、ですからあの時代が若干違ってきているわけですね。 でこの二尊院の、ね、境内にあるこの悠木妃の墓とされる五輪の塔、まあ、これ誰でも行って、ね、そこには見ることができるわけなんですが、えー、ここにお参りしますと、まあ、安産であるとか子宝であるとか縁結びであるとかこういうご利益があってですね、まあ、非常にあの未目麗しい子が生まれると。 いうふううふににに信じられるるよななっっててもも現代にも至ってるわけなんですねでただですねここで一つ若干持ち上がった問題というのがありまして、えー、ここにね、まあ、二層院にあるこの幻想が送ったとされる仏像ですねこれはもうその後の研究でも年代が微妙にずれているということからですね、まあ、そういうふうにあのまあ結論がなされたわけなんですね。 ただこれ古い時代のことなのでこれが確実かどうかということまではちょっと私はわからないと思うんですがえこの年代がとにかく微妙にずれていると幻想の時代とは。ということで事実とは言い難いとする研究もあるにはありますま。ただですねまあこのことがの事実であったかどうかこの仏像の話がですねということとまあ陽気火が流れ着いたという話とはまあこれ全くあの関連はないわけですね。 えー、後からこういう仏像の話が出てきた、えー、ということであっても別にこれはま構わないわけなんですが幻想、まあ、がね楊、えー、気妃がに日本へ逃げ延びたというのもこの夢で知ったとか、えー、それで仏様を送ったとかこういう話なんかもまああの出てきているわけなんですね。えー、こういう説もあるんですよ。 えー、ということから、まあ、これもですね幻想門があの仏様を送ったというのも後年の創作ではないのかというようなことを言う人もいるわけなんですね。まあ、ただこれも先ほどお伝えしましたように、まあ、そのことと陽気被が日本へあの逃げ延びたという話とはこれも全く関係な,ないわけですね。 で何より、ね、大事なことはこの中国から来たこの専門のも考古学者の方はです、ねえー、この方は、ね、私たちのも知らない、まあ、専門的な知識を持ってですね、えー、日本にやってきてこの溶気比にまつわる、えー、いろんなことを調査したんですね当然の中国における溶、ね、気比の、えー、伝説といったものも知り尽くしているわけなんですね。 えー、先,あの先にも、ね、申し上げましたように楊貴妃が死んだところはもう誰も見ていないしその死体さえ誰も見ていないということなんですね。私たちがよく見る話というのののはたただ今年の創作されたものをあの聞いているだけなんですね。でこの学者の方がですね、えー、日本で非常に綿密な調査研究を行いまして楊貴妃は確かに日本へ逃げ延びたであろうと。 いうふうにに結論したことはもう注目すするわけなんですね、えー、日本側としてはですね、えー、ニソインは別に積極的にね、こういう楊気妃のこの伝説、えー、これを自分たちがこうだよということで語り伝えているということではないんですね。えー、ただ、自伝として残されているということから、今もね、楊、まあ、気妃の墓があるということで、有名な場所にはなっております。で日本では実はあのこの研究がもうほとんど進んでいないんですね。 えーまあ、中国における研究ですね、これをさらに待ちたいと思います。えー、ただあの、私がですね、えー、直接ご案内させていただいて、えー、お話しさせていただいたの、まあ中国の,この外交官の方とか、あるいはあの、まあ、中国のこの学者の方とか、えーまあ、スタッフの方々ですね、えー、私の話をいろいろ耳傾けて聞いておりましたが、あの決してね、この楊貴妃が確かにね、 あのー、向こうで死んでいるという風な主張というものはもう全くありませんでしたしまあ非常にね関心を持って興味を持ってこれらの話に耳を傾けておりました、えー、これの意味するところもなかなか面白いのではないかと思うんですよ皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録 し。